アメリカの外交的ボイコット、各国の思惑はどこにあるんでしょうか、小松さん。はい、えー、ここからは前ワシントン支局長で、えー、外務部長山下達也記者に引いていきます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします、えー。そして中継をつないで、後ほど、えー、中国それから日本政府の反応もお伝えしていこうと思います。さて、v t r でご覧いただいた外交的ボイコットとはそもそもどういうことなんでしょうか。 オリンピック・パラリンピック開会式などの式典に政府・要人が参加しない派遣しないということを意味します東京オリンピックにはバイデン大統領の夫人ジルさんがいらっしゃいましたただ、選手は大会に参加しますですからアメリカの選手も予定通り参加ということになりますということで大会運営そのものには影響しないということになりますが開催国に対しては抗議の意思を示すというメッセージ性を持っているわけです。 さてアメリカが外交的バイボイコットをすると決めた理由についてホワイトハウスはこのように説明しました新疆ウイグル自治区ウイグル族に対する人権弾圧とこれはホワイトハウスの声明ではもっと強い表現でジェノサイド日本語では集団虐殺という意味がありますけれどもはっきりとこれはアメリカが政府として述べたということになりますもう一つの理由として考えられるのが香港の民主派デモが行われましたその時の弾圧です。 そして最近皆さんの記憶にも新しい女子テニスホースイ選手の消息不明問題こういった一連の中国政府によります人権侵害があるとだからアメリカは外交的ボイコットをするんだということを表明したわけですさあ山下部長、アメリカの懸念の度合いというのはどどれほど深刻なんででしょうかそうかそすねバイデン政権はやはり人権問題にです、ね、もともと意識非常に高いですね。 まただ、このウイグル問題はですね中国政府側は否定をしてましてただ、今回ホワイトハウスの報道官はこの人権弾圧をですね大きな理由として、えー、取り上げましてそれで外交的ボイコットになったんだというふうに中国の人権問題ですねトランプ政権のですね後半でも取り上げられてはいたんですけれどもトランプ大統領自身はですね、まあ、経済や貿易の方にですね非常に注力してたんで 非常にちょっと人権は後ろ向きだというふうふにも言われていたんですねですのでバイデンさんとしてはトランプさんとの違いも見せるためにです、ね、就任当初から人権問題について厳しく指摘しているというのが一つの狙いいだと思いますアメリカ政府関係者にちょっと聞きますとです、ねはい、今回です、ね、アメリカだけが外交的ボイコットになれば中国側はメンツを保たれるだろうとしかし今、バイデン政権としては何カ国が同調するかその辺を見守っているところだと言ってまして、うん この辺もトランプさんと違って、まあですね、複数の国で,です、ねまあ、包囲網的にです、ね、しっかりまあ中国に対して物を言ったりです、ね、具体的な行動を出ようというところをバイデン政権ととししては打ち出したいんだと思い思ますトランプ政権ではその対中国カードとして人権カードというものがありましたけれども、まあ、天秤にかけた結果やはりその経済貿易を取ったと。 はい、ただ、松尾さんウイグルという問題が訴状に上がったのは実はトランプ政権下で,、はい、でこれを国際法に違反する、まあ、あのジェノサイド認定するかどうかっていうことこは当時のポンペオ国務長官がやり始めたんですけども、はい、つまり党派を超えた外交アジェンダであるということは、まああの 前からそうなんですよね。はい、それがあのこのタイミングで外交ボイコットという少し強い姿勢を取ったというのは、ええ、他にはどんな今週はですねバイデンさんにとってはまあ重要な週なんですね。またその前に一つですね今回あの。 女子テニス選手のですねホースイさんの問題ですね、はい、そのもですね少し影響したというふうに報じられてましてというのはそのホースイさんの問題とそれをですね対応した IOC ですね IOC に対してもちょっと批判が出ているというのでその辺がバイデン政権のですね判断にも影響したんじゃないかとも言われています、うん、そしてバイデンさん、ですねやっぱり重要なのは支持率ですね、はい、今、非常に記録的に低い水準でですね就任1年目なんですが、まあ、42%の支持で不支持の方が上回っていると。 通常、就任一年目のこの時期は、ですね50、五十パーセントの支持を超えているというのが普通で、ですね。バイデンさんワーストに位ぐらいだとも言われてまして、中間選挙。来年十一月まで、もう一年切りましたんで、その辺もですね、影響してるんじゃない？焦ってるんじゃないかと思います。そして、バイデンさん、重要なの日程がですね、非常に重要になってます。あの今週ですね、要は人権・民主主義ウィークとも言えるですね。バイデンさんの日程なんですが、今日表明した後ですね、現地の七日はですね。 ロシアととプーチン大統領と首脳会談をしますこれはあのロシアがですねウクライナに攻め込むんじゃないかと今、言われてますのでバイデンさんとしてはこれは釘を刺さなければいけないということそして9日、10日はですね、まあ、初めてなんですが民主,民主主義サミットとしましてです、ね、110の国と地域を招いてオンラインで2日間会議をすると日本、台湾も招待したとそして中国、ロシアは招待されなかったということで,ですね。ね さらにですね下にありますあの G7 の外相会合これはイギリスが議長国ですが、はい、10日から行われまして、ええ、まあアメリカメディアによりますとここはあの対中国というのが一番の、えー、重要課題ですけども、うん、どうもこの外交的、えー、ボイコットの件もですね、えー、話に上るだろうというふうに言われてます。アメリカはですね来週からのクリスマスモードでもう休暇に入ってしまう人が非常に続出しましてですね、ええ、どうもバイデンさん今週ですね人権とかですねあの民主主義の話を集中させて 集中的にですね、アピールしていこうということで、はい、相当詰め込んでですね、はい、訴えていこうと思ってるんじゃないかと思います。アメリカ国内政権運営と非常に密接に絡んでるってことが山下部長の話でよくわかりました。ジェイちゃん、10月から新たに生まれ変わるスーパージェイチャンネル。私たちがお伝えします。